第12回茜姫祭りの主催者挨拶並びに実行委員会来賓の皆様のご紹介を行いたいと思います。まず第12回茜姫祭り実行委員会の森本委員長よりご挨拶申し上げます。しばらくお待ちください。皆さんこんにちは、森本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日朝から三割商店街でイベント広場でですね、一生懸命朝から頑張っておりまして、いい天気で喜んでおったんですけれども、昼からどん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 温度が上がりましてですね、27度ぐらいになるということで、心地よいちょっと風が吹いておりますけれども、熱中症に気をつけていただきたいなと思います。水分補給のほどよろしくお願い申し上げます。また関係者の皆さん方のご協力のおかげで、こうして第12回の茜姫祭りを行えることができます。商店街を頑張れ、ちょっとシャッター商店街のどうなんだというようなことでですね、商店街の活性化のために、また町の発展のために、茜姫祭りということで、行ったそうでございます。そしてですね、商店街の活性化のためには、たくさんの人たちのご参加と、そして関わっていただきながら、そして盛り上げていただきながら、楽しんでいただきながらですね、そして思い出の残るような茜姫にしていただきたいなと思っておりますので、ご協力をお願いしたいと思います。最後に熱中症と怪我のないようにだけくれぐれもお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きまして、平野区長の稲嶺様よりご挨拶をいただきたいと思っています。稲嶺区長よろしくお願いします。皆様こんにちは、ただいまご紹介いただきました平野区長の稲嶺でございます。今回で12回目を迎えることになりました茜姫祭り、2年前、私、平野区長で着任いたしました時には、赤い甲冑を着て参加をさせていただきました。素晴らしい地域デビューをさせていただいたなと思ってます。もう3回目ということになりますので、今年は少し控えめに、登場したいと思ってます。だいぶ顔も覚えていただきまして、地域の中に入りますとお声をかけていただいてます。この茜姫祭りをはじめとしてね、平野区では歴史と文化、素晴らしいものがあります。これをね、これからもどんどん承継していただいて、そして多世代交流もしっかりやっていただいてます。今日は小さな子どもからご高齢の方、そして中学生、そして高校生、大学生、ね、先ほどありました大阪教育大学附属平野中学校の皆さん、そして天王寺学館高等学校の皆さん、それから時和会学、そして大阪芸術大学短期学部ということで、ね、素晴らしい陣容で参加をしていただいてます。このお祭りが今後ともしっかりと平野区を支えていただいて、ますます発展しますようにご祈念申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。どうぞ今日一日楽しく遊んで帰ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして実行委員の皆様、簡単にご紹介したいと思います。平野連合の大野会長様、そうです、平野地域活動協議会の会長の大森様、前平野西連合町会の会長の半田様、こんにちは、どうもよろしく、平野西地域活動協議会の会長の今岡様、新平野西連合町会会長の津和様、こんにちは、新平野西地域活動協議会の会長の渡辺さん、こんにちは、平野南連合町会地域活動協議会の会長の住野さん、ご来賓で来ていただいています皆様、先ほどご紹介させていただきました通りでございます。また平野区役所より市村副区長がご参加されておりますので紹介させていただきます。
はい、ここでパレードについて簡単に説明させていただきます。まず今回の明る姫役をご紹介申し上げます。明る姫役は大野美久様、平野区に居住されており、この明る姫祭りのことをお知りになり、今回の大役をお受けいただきました。ありがとうございます。華やかな衣装も輝く冠も大変お似合いになられ、美しい今年の明る姫様です。次に、腰の先導は森本実行委員長、腰の引き手は平野連合町会の皆様、その安全を見守る警護役として平野西連合町会の皆様にお願いします。パレードの楽隊ですが、教育大附属平野中学校の生徒さんが先導にワッソの指導のもと今日に向け練習を重ねてこられました。続いて可愛い発表をまとい、明る姫役の冠をかぶった地域の子どものパレード、天王寺学館高等学校の生徒さん、常盤学園ボランティア部の皆さんなど、地域で活動されている皆さんもパレードに花を添えてくださいます。さらに熊田神社のゆりキャラ熊田、そして、平野区の花でもある和田の花の妖精、ご存知ひだちゃんは今日は来ておられませんか。はい、残念ですね。途中平野商店街で少し休憩を入れながらゴールのイベント広場へと向かいます。道幅が狭いところもありますので、どうか安全に十分注意をしてお楽しみください。最後に地域の皆様